はい、こんにちは、116インズです。ついにオープン戦も各地で本格的に始まりまして、ようやく野球の季節が近づいてきたなと感じる今日この頃、ほんの一週間ちょっと前までロックアウトが永遠に終わらないようにも感じましたし、こんな光景を見ることができるのもしばらく後になるかもなぁと思っていただけに、野球が戻ってきたことを喜ばしく思います。さて、そんなオープン戦も始まった MLB ですが、まだまだ選手の移籍は活発です。今日はフィリーズがニック・カステヤノスと5年総額1億ドルの契約で合意。フィリーズはこのオフ中軸クラスのバッターを狙って動いていた印象ですが、カステヤノスはまさにチームが獲得したかったスラッガーそのもの。これからのフィリーズに大きな戦力となってくれそうですよね。またカステヤノス側にとってもなかなかいい契約をゲットできたことになりまして、2019年オフに彼はレッズと4年総額6400万ドルで契約しながらも、今オフオプトアウトを選択して FA となったのはさらにいい契約をゲットするため以外理由がありません。ロックアウト前にカステヤノスが7年から8年契約を求めているという話もあって、まあそれよりかは控えめな契約となりましたが、そもそもさすがにカステヤノスでその規模の契約は求めすぎだろうという感も否めませんでしたので、今回のこのフィリーズとの5年総額1億ドル十分にいい契約だと思いますし、オプトアウトした意味があったのかなと思いましたね。なお今回のフィリーズとの契約にはオプトアウトは含まれていないとのことです。フィリーズはこのカスティアノスとの契約以前にも、レッドソックスから FA となっていたカイル・シュワーバーとも4年総額7900万ドルの契約で合意したと報道出ていましたので、今オフの FA 市場でも上位クラスのバッターを相次いで獲得に成功し、打線のレベルが大幅にアップした格好となりましたね。フィリーズが所属する NL 東地区では、メッツがスティーブ・コーエンオーナーの資金力に物を言わせて、次から次へと補強に動いていますし、昨年の世界一ブレーブスもフランチャイズのスターであったフリーマンこそ失いましたが、オルソンの獲得などを筆頭に非常に効果的な補強に動いている印象。そしてフィリーズもカスティアノス、シュワーバーをはじめとして補強に出ていますので、3チームがオフの間から熾烈な補強合戦を繰り広げています。昨年の NL 東地区は地区全体で勝ち星があまり伸びず、ブレイブスも優勝したとは言ってもシーズン88勝止まりだったので、レベルが低いと批判も受けたりもしていましたが、今季はフィリーズ、ブレイブス、メッツによる地区優勝争い、激しい戦いとなることに期待できそうですかね。今シーズン見ていて面白い地区となりそうです。さて、今回フィリーズが獲得したカステヤノスという選手ですが、レッズでプレーした昨年は138試合で打率3割9厘、ホームラン34本、 OPS 9割3分9厘でオールスターに選出。意外にもカステヤノスにとってこれが初めてのオールスター選出となりました。レッズ移籍1年目の2020年は短縮シーズンで調整といろいろ難しかったのかもしれませんが、60試合でホームランこそ14本放ちましたが、打率が2割2分5厘。レッズとの4年契約、これ失敗なんじゃと心配されたところではありましたが、昨年バッティング面でちゃんと復活を果たし、その懸念を払拭した印象ですね。まあオプトアウトにちゃんと間に合わせてきたとも言えるかもしれませんが、昨年リーグトップクラスのバッティングを見せたカスティアノス獲得には複数の球団が興味を示し、特にロックアウト前はマーリンズが彼の獲得にかなり積極的な動きを見せているなんて話もありましたよね。カスティアノスも出身がマイアミ近郊なので、地元の球団でプレーすることに興味自体はあったようです。ただ結局マーリンズの補強方針がロックアウト前後で変わってしまったことから、その話は事実上消滅。結果は今回のフィリーズ入りということになりました。まあフィリーズにとってはマーリンズの撤退は追い風となりましたかね。ちなみにフィリーズはカスティアノス以外にもクリス・ブライアント獲得にも興味を示していました。ただロッキーズがブライアントに対して7年総額1億8200万ドルというめちゃくちゃアグレッシブなオファーを出したことから、おそらく撤退を決めたんじゃないのかなと。ブライアントのロッキーズとの契約が報道される数時間前に、フィリーズはシュワーバーとの契約に合意に至っていましたが、まあ多分ですが、もう自分たちが希望する契約希望でブライアントを獲得することは困難と判断し、ターゲットを変えたものと思われます。実際フィリーズのこの判断自体悪くはないと思っていまして、ブライアントの契約総額が1億8200万ドルに対して、カスティアノスとシュワーバーの契約を合わせた金額が1億7900万ドル、ほとんど同額の金額で打線のアップグレードを図るのであれば、フィリーズが選んだカスティアノスとシュワーバーのコンビの方が打線の厚みも増しますし、なんならバッティングを重視するならカスティアノスの方が成績もいいですからね。ブライアントを深追いするよりもフィリーズはいい結果を得られるんじゃないのかなと思っています。カスティアノス及びシュワーバーの加入によってフィリーズ打線は見違えるほど強力になった印象です。昨年のフィリーズ打線はチーム打率が2割4分、OPS7割2分6厘、得点はリーグでちょうど真ん中くらいに位置しています。
まあ悪くはないですが、昨年 MVP のハーパーがいながらこの成績かとは思ってしまいますかね。ここにカスティアノスとシュワーバーが入ることで、リーグでも5本の指に入るくらいの攻撃陣になったと思いますし、今季のフィリーズ打線の破壊力は凄まじいものがありそうです。打順にするとこんな感じ。シュワーバー、カスティアノス、ハーパーの上位打線の並びすごくないですか？昨年30本打った選手が勢揃い、ホスキンスも昨年フルシーズン出ていれば30本は超えていたでしょうから、今季のフィリーズは全員健康なら最低でも30本カルテットが形成されることになりそうですし、ここにボームあたりがブレイクすれば本当に隙のない打線となりそうですよね。いや、今年のフィリーズ打線一体どれくらいホームラン打ってくれるのか、どれくらい攻撃時に大暴れしてくれるのか楽しみです。え、守備はどうなのかって見ますか、成績。はい、まあここまであえて守備には触れてこなかったんですが、シュワーバーとカスティアノスが加わったことで、これまで以上に守備を軽視した布陣にはなってしまいましたね。今ご覧になっているのは各選手が昨年最も守ったポジションにおける DRS と UZR。 見事なまでにマイナスがずらり。フィリーズだけユニバーサル DH の意味を勘違いしていそうですが、 DH に入ることができるのは一人だけなのに、 DH に入れたい選手は 5,6 人いるという異常事態です。守備面で計算できそうな選手がセグラくらいしかいませんし、本当にどうなっちゃうんでしょうか。相手からしたらこの打線となるべくなら当たりたくないことでしょうが、味方の投手陣もこの守備がバックではあまり安心して投げることもできなさそう。敵も味方も泣いて逃げ出す野手陣かもしれません。なかなかコンテンダーでこのレベルで守備を無視したチームも最近では珍しいので、フィリーズが今季どんな成績を残すか気になるところではあります。幸いフィリーズは先発陣のウィーラー、ノラ、ギブソンあたりゴロが多めの選手たちが並んでいますので、シュワーバーやカスティアナスなどファイヤーフォーメーションすぎる外野陣の守備力はさほど問題とならない可能性もあります。ブルペンも剛腕タイプをかき集めていますので、最悪力で圧倒することができれば何ら問題はありません。なので内野守備さえ計算が立てば、まあどうにかといった感じでしょうか。グレゴリウスがショート、ボームがサードに入っているあたり、内野守備もかなりまずいにはまずいんですが、ショートのトッププロスペクトで守備にも定評のあるブライソン・ストットが上がってくれば、この状況も多少改善するかもしれません。まずはそれまで投手陣が辛抱しつつ、打線の圧倒的な破壊力で勝ち星をしっかり拾っていくことができれば、フィリーズの今季上位進出も十分見込めるかと思います。ここまでの補強も今回のカスティアノス、シュワーバー以外では、クネイブルやファミリア、ハンドなどブルペン実績のある選手を集めたり、ベンチや40人枠全体の層を厚くする動きにも出ていまして、フロントがやるべきことはしっかりやっている印象があるので、守備力を完全に無視したこの布陣でどこまで戦えるかは注目したいところです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。